こんばんは。暑いよ。なんか今日臭いっけよな。え、すっごい暑いんだけど。もうめっちゃ暑い。暑すぎる。ハゲてるんですが、ここブログふふ一です。もうジャージがペタペタする。今日はねレッスンがありました。今日はレッスンだったよ。ここハゲてるんだけど、なんか前髪こっちにしたらこっちにするべき。いや、これオカメ納豆みたい。やめよう。汗で張り付くんですけど。気広しました。そう、気広した。今日もな、前髪斜めにしてたのにさ、もう気づいたら汗でぐちゃぐちゃに戻ってました。気広したよーん。ただいまー。今日も暑いね。今日も暑いね。あっつあっつ。なんかこの辺巻いてたんだけどさ、もう踊ってたらボソボソになりました。普通にモップ、確かにまだモップあるわ。ビンゴの神様、熊谷あるのどういうこと？で、熊谷市に住んでる人ってことになってるの？全然熊谷じゃないんですか。メリケンキンガさん、シルバーのだるまありがとう。まるともちゃんさん、だるまさんたくさんありがとうございます。シルバーのだるまありがとう。あ、そう、今日ブログ更新日だったので皆さんぜひ見てくださいね。よかったらブログ見てください。そういうコメントもしたから読んでね。だって、あ、了解。みやちゃんありがとう。ももちゃんさん、だるまさんたくさんありがとう。シルバーのだるま、ルパンさんもシルバーのだるまさんありがとう。リプタンスキピーやった、ありがとう。センシティブなワード？何が？お疲れ一です。キヒロ万歳。キヒロキヒロ。そう、オカメ納豆みたい。オカメ納豆がセンシティブなん？ケイチこんばんは。ユウチさんこんばんは。クタナタさん、ハイドマカの長期リードもお疲れ様で。お疲れ様、ありがとう。今日も眉毛ね、ちょっとね、だんだんね汚くなってきたので、そろそろ綺麗にしようと思います。ももちゃんさん、お話し会の決済さっきしました。ありがとう、来てくれるの嬉しい。めっちゃくちゃ嬉しい。ありがとう。楽しみに、楽しみで、も楽しみだし。ありがとう。配信する予感がして、本当配信します。ログインした後でお返事書きますね。あ、ありがとう、よろしくお願いします。そう、レッスン頑張った証拠かな。確かにそういうことだ。暑い。全然、今さっき帰ってきてクーラーつけたけど全然暑いです。メル君、リッチヤホー、話か広島リアル、
デイチだって決済見せて決済のこと言っときやって、あ、そっかそっかそっか、皆さん決済もお忘れないように、はい、お支払いも、お支払いこっちの推しの方のお支払いね忘れないようにお願いします。そう、せっかく会えるのに会えなくなったら悲しいから、お忘れなく、決済もお忘れなく皆様ね。キッチンさんブログ見てよかった、ありがとう。クライムさん1秒以上見て、さすが1秒以上見たらもう完璧です、ありがとう。前髪センター系の美人さん本当にちょっとハイジさんブログ見てよかった、ありがとう。何秒見ました何秒かな、もしかしてリーチーズ、もうリーチーズじゃないの。パンさん嘘、推薦コメント更新してた、通知来てないかも、見てみるね。じゃあピンコの神さん、レイチに会いたいので決済するやって、あ、ありがとう。レイも会いたいから決済じゃなくてお支払いしてくださいお支払いね。ね、暑いよね、まだまだ全然。僕の太陽公園ってさ、みんなさ、だいたいセトリ分かってるって聞いたんですけど、そうなんですか。ちょっとさ、くるみちゃんのクリップとかなかったっけ。なんかどこかに消えてしまったらしい、なんだこれどこかに消えてしまったみたい。リーチーズだ、リーチーズか、ケンニンリアチーズ、あ、リアチューってこと、リアチーズって、うん、あ、リーチーズかリアチューってリーチのことかと思った。こんばんは、クエモ参上、確かお支払いは23日まで、あ、なるほど、23日までです。皆さん23日まで、支払いは23日までなので、皆さんお忘れなくね、そうだよね、短いよね。決済した、会える、リーチに会える権利を、じゃあ開国しましょうか。ゆいちさん、金の、金じゃなかった、シルバーのだるま、ありがとう。レッスン楽しかった、モンブラン好きにはたまらなくて、あ、確かにね、あれね、そう、めっちゃ美味しかったんですよ、あのモンブラン。じゃあみんな聞いて、ディエがあれめっちゃ食べてばっかりな人みたいでしょ。違うからね、違うっていうか別に違くはないんだけど、強くはないの聞いて、あれは1日で食べた量じゃないの、2日間だったの。ただ服、持ってける服が限られてるから同じ服になっちゃっただけで、あれはちゃんと違うお出かけ、違う場所でお出かけして、違う日に食べたものだからそこんとこよろしくお願いします。やすけさん、シルバーのだるま、ありがとうございます。
試験マシンさん、プーキャンありがとう。ホワンカンさん、シルバーのタコさん、ありがとうございます。あ、お話し会のケースは22日金曜日までですよ。あ、そうなの。どっちだ、23と22どっちなの。でもちょっと確認しよう、しっかり。マッチさん、シルバーのだるまありがとう。ね、決済しないとお話できないよ、会えないよちゃんとみんなに忘れないように。 TK さん、分かりました、対戦よろしくお願いします。あとはお願いします対戦お願いします。ストーチクラスさん、ごめんなさい、楽しいです。え、本当に本当に本当の本当本当ですか貧乏の顔して意外かもしれないけど、私もデートと、そうなんだよね、実はね、確かにね、なんかもうずっとディエのファンでいてくれるような感じがするけど、実はまだね、お話ししたことないんだよね。先に公演で会いましたね。SKマシンさん、ジェニーありがとう。千秋楽の瀬戸内の声の動画見たけど、気持ち感情こもってよかった。表情含め、え、そう、なんかね、一部のね、瀬戸内の声さ、なんか瀬戸内の声が流れた瞬間、めっちゃさ、涙めっちゃ感動してて、泣いてた、泣きながら歌ってた、瀬戸内の声、一部の瀬戸内の声357050さん、本当に5時でラストなんかない。え、そんなことないと思うよ、多分再販されるんじゃないですか。ちょっと STU ファン歴長い方教えてくださいしんいちさん、初めてリーチのお話から取れたので話せるの楽しみにしてる。リエも楽しみ、ありがとう。初めてのお話ドキドキありがとう、嬉しい。あ、そうか、ユニットもあるもんね。そう、ユニットもじゃあみんな楽しみだね。でも自分もまださ、ユニット何か分からんからさ、そこはまだまだお楽しみって感じだね。しばさん、フォローありがとうございます。こんばんは、ゆっくりしてってください。万太郎さん、昨日対戦ありがとう。ね、そう、びっくりした。リーもさ、別に全然予告してなかったじゃん、何時にやりますとかしてなかったのに、たまたまね、ちょっと、あ、今やろっかなと思ってやったら、そう、DH のね、ウマトロっていうDH の推しが、DH推しの方がいて、びっくりしたんよ、本当に。はい、決済は今日含めて4日間、今日は19、20、21、22、23、今日含めて19、20、21、22、22か22までです22日までです、皆さん忘れなく余一さん、シルバーのハートありがとう。すっごい真面目で希望にあふれたブログなの。写真はご飯写真は全部ご飯。いや、最初のこれはさ、ちゃんと横浜のフェスの時の写真で、それ以外はご飯あるよ、絶対そうよね、あるよね、再販ね、めっちゃ何回も再販します。だそうです、めっちゃ何回も再販するそうなので、そのたんびにまた宣伝しますね。ね、瀬戸内の声ね、そう、私もやばかった、なんかね、涙が来年の幕張まで再販しまくりますって、しまくるそうです、皆さんブログのパフェは広島ですか。あれは渋谷です。渋谷のどこだっけ、どこだっけ、でも果実園みたいなところです。どこの建物か忘れちゃった、光栄かどっか、光栄だったっけ、違うかも、わかんないけど、渋谷の果実園っていうお店で来ました。フルーツばっかりだった皆
みさみさブーケありがとう。再犯3回はあるから大丈夫なんだってそっかそっか。じゃあ皆さん、そしたらまたね、まだまだ時間もあるということでね。リーチの馬太郎とかよくわかんないこと言ってたね今ね。トーチクラスさん、本当に本当に本当です。63日前からリーチだけ好き、本当に嬉しすぎるんですけど。リーチ倒しの方なんかさ、なかなかいないから本当に嬉しいです。ぐ信じちゃうから、そういうの。ビンゴの中身さん、リーチとまだ1回しか質並び対戦ない。リーも質並びあんまりまだしてないからさ、そうだよね、なかなか当たらんよ。ごめんごめん。TK さん、10月分あと1回販売するはず。あ、本当に？じゃあ大丈夫。さっきカスコが AKB カスミンにコメントするかと見張ってたら自分がめっちゃコメントしてる。カスミンじゃなくてね、くまりんぽぽさんがね。そう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 、そして並べでさ、馬太郎さんがさ「ティーチー！」ってさやってくれてさ、めっちゃ嬉しかったの。わ、ティーチのスタンプ持ってる人いるんだって思って。ディーも一応自分の買ったんだけどさ、あんまり使う場面なくってさ、そうだから頑張りちゃって、頑張りちゃ頑張りちゃ使ってます今。ディーチーってね、嬉しかったの本当に。ありがとうディーチの馬太郎。任せろ宣伝だって、任した。357053バラありがとうございます。そうです、果実園に行きました。果実園でも本当にあれはなんかフルーツ好きな人じゃないと楽しめんと思った。リーはフルーツ、まあフルーツ嫌いなわけじゃないけど、フルーツよりもあれが好きだから、甘いものが好きだから、ちょっとゴロゴロすぎた。そう、下北ね、結局何も変わんで、てか雨が降ってきちゃったんですよめっちゃ、だからもうすぐ戻っちゃった。そう、渋谷果実園で調べたら出てくると思いますけど、今はいちごが旬の時期じゃないのでアメリカのいちごを使ってるらしいです。しんちゃん、広島お話会、お話会決済完了して広島のお話会から参加する、楽しみ。ちょっと広島ね、まだ先だけど、でも楽しみ、ありがとう、やったやった。自分も DH スタンプで待機してるのに当たらんだって。え、本当に嬉しい。でもちゃんとリーチスタンプ持ってくれてるだけでもリオ嬉しいから、じゃあいつか対戦したらリーチスタンプたくさんボボボボボってやってください。マモちゃんさん、ハートたくさんありがとう。そう、今日ナーミョンの誕生日。そうよ、みんなナーミョンの誕生日ですよ、今日は19日、誕生日おめでとう、ナーミョン。ナーミョン会いたいな。そっか、いちごはここまで。ね、いちごね、面白すぎるよね。あ、なんか今新しい推薦コメント届きましたって通知来ました。どうなった、誰が書いてくれたんかな。TK さん、フルーツは単独で食べるのが一番おいしい。そうなんですよ、本当に。そう、そのまんまで食べるのが私も一番好き。何もつけずにそのまんま冷やして食べるのが美味しいです。今回のオンライン話し会、姫の件取ったよとか言いません、言いませんな。誠
ことさん、リーチ渋谷に詳しいの、埼玉市なんか渋谷も行こうと思う。え、別に詳しくないです、全然詳しくないんだけど、でも高校生だからよく遊びに友達と行ってたなっていう、帰省した時も遊びに行くかなって感じです。ブロッコリーチのスタンプね、リボブロッコリーとテイツの、あ、でもリアブロッコリー好きじゃないからかまぼこでいっか。ディーチーズ向けに使うね、ちょっとディエのあのスタンプさ、私さあんなの書いた記憶ないんですけど、なんかあんなリーチーってやった記憶ないんだけどさ、だからびっくりした、自分のがリーチーで、え、使いづらって思ってさ、私あんなのにしたっけって思って。試験マシンさん、シルバーのだるまたくさんありがとう。ノアピオって呼んでる、ノアピオって呼んでる人いるの？いない気がする、わかんない、聞いたことないかも。10日にいっぺん推薦コメント更新してる気がする。更新しすぎじゃないですか、忙しいじゃん。埼玉池袋の方が遊びに行く、私逆に池袋全然行ったことないんですよ。池袋、池袋って何、プリクラ、池袋でプリクラ撮った記憶しかないんだけど。そういうわけじゃないけど、今回リアル話から誰に行くの楽しみにしておいて。デイじゃないの。甘いフルーツはパフェのアイスとかクリームに負けない、甘そうよね。そうなんだ、私だけ。甘おパフェ食べ、甘おパフェ美味しそう、甘いいちごが食べたいね。宮本さんハートありがとう。あ、そう、この前ね渋谷のタワレコで STU のコーナー見に行ったのね。でも一人で渋谷行った気がする、その時は。サンシャイン水族館、え、行ったことあるんかな、え、どうだろう、わかんない、行ったことあるとしたらなんか遠足とかかなとかだったら行ったことあるんかも。でもない気がする。うん、埼玉県民は池袋の東京の入り口みたい、そうなの、池袋逆に全然行ったことないかもしれない理由は。池袋って何があるの？池袋のセガしか分からんのだけど、池袋のセガがプリクラたくさんあって可愛いんですよ。あ、外国人がアニメグッズ探しに来る、あ、そうなんだ、なるほど。なんかアニメって秋葉原のイメージあるけど、そんなことない。マネパパさん、シルバーの誰もたくさんありがとう。池袋といえばアニメイト、あー、なるほど、大きいやつがあるん、池袋のアニメイト、そうなんだ、全然わからん、池袋、池袋って何がどんなのがある、意外と、そうだね、よく、でも、そうなんだ、池袋、そっかそっか、あ、痛い。痛い、池袋にうまい中華屋さんが、そうなんだ、確かにありそう。あ、待って、池袋、これ池袋かわかんないかわかんないけど、なんかね友達とねカラフルな餃子を食べに行ったんよね、池袋かなとかが忘れちゃった、もしかしたら池袋かもしんない。なんかピンクと、明日もばめで送りますね、明日もばめで送るけど、ピンクと緑と黄色青とかわかんないけど、何色があったか忘れちゃったんだけど、
そのカラフルな餃子があるんですよ。それがめっちゃ美味しかった。友達と食べに行った前。リーチね、関東の話も。そうだね、リーチ関東民なんで。とたみちさん、ハートたくさんありがとう。ブルーシールある？あ、そうなんだ。ブルーシールめっちゃ好きなんですよね。そう、ブルーシール大好き。美味しい。池袋に蒙古タンメンあるよね。あるよね、蒙古タンメン。ちゃんとお店があるよね。カラフル餃子、宇都宮で食べたの。そうなの、宇都宮にも。まあそう、カラフルどこにでもあるんかな。そうなの。どんな味するの。なんかね、いろんな味があるんですよ。その色によって味が違って、そう、結構なんかこの香辛料が効いた感じのものもある、あればとか。でも、でもどれも効いてたかも。そうそう、ものによってね、色によって味が違うんですよ。めっちゃおすすめ。でもお水がねないから、お水を買ってこないといけないの。お店も結構狭くって、席が3つしかないので、しかも縦に並んでる席で、もう隣はもう焼いてるところ、厨房だ、キッチンだから、自分で買ってこないといけない、水を。カラフルすぎて食欲なくなりそうな餃子。そう、なんか全然なんか可愛いと思って食べちゃった。レイチ、カラフルな食べ物好きです。カラフルなものが好き。TK さん、僕も関東の人、もはや広島の方が詳しいけど。関東なんだ。そうなんだ。どこなんだろう、どこ出身なんですか。広島ね、ゲーム広島。だん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 。ホワイト餃子は別にしよう。何ホワイト餃子って。カジオさん、お疲れ。お疲れちです。はじめまして、こんばんは、藤井理恵です。ゆっくりしてってください。そう、その餃子屋さんなんて言うんだっけな、名前忘れちゃったんだけどさ、美味しかったし可愛いから、みんな行ってみてください。行ってみて、美味しいよ。そう、なんてお店だったか忘れちゃったから、もまみに送るから、みんな探してみてください。なんか T が大好きなアメリカンカフェみたいなのがあるんですよ。渋谷の方が、渋谷が一番近いんかな。あってね、なんかホホカムダイナーってとこなんですけど、めっちゃ好きなのね。で、本当にもうそういうの大体さ、可愛いカフェとかってさ1回行って終わりじゃん。だけどもう 3、4 回ぐらい行ってるぐらい好きなんですよ。可愛いし美味しいし、季節によってちゃんとメニュー違うし、だからみんな行ってみてください。あ、もう55分だって。早いね。女子コース、でも女子高生以外も結構たくさんいた気がする。でも確かに可愛い女の子がたくさんいたけど、女子高生以外もたくさんいたかな。うん、いたいた、女子高生以外もたくさんいましたし、そうぜひ行ってみてください。ピンポンじゃないよ、すいません、だから。
そうやって広島でさ、前可愛い喫茶店見つけたのね。だからさ、いちごとさ行こうってなってさ遊んだのね。だけどさ閉まってた。行ったらなんかお盆だったんよ、多分お盆休みで閉まっててさ、ショックでした。せっかく可愛い喫茶店を見つけたのに、広島でで紹介するはずだったのに。そうなんですよね。確かにカフェって女性が多いかも。でもそんなもんだよね。確かにサラさんとカフェ巡りしてみたい。ゆえちゃん初めて推薦コメントしたメンバーです。嬉しい、ありがとう。嬉しい、本当に初めてだ、初めて、嬉しい。今広島にいるよ、もう帰広しました。はい、そう、またいちごと再チャレンジしてくるわ。秋とか秋服着ていきたいわ。そうしよう、ベレー帽かぶっていきたい。あ、そろそろ男女読まないとまずいかも。それでは、あ、じゃあ皆さんブログを読んでください、ぜひ。ブログを読んでほしいのと、あとお話し会のお支払いをお忘れなくお願いしたいです。よろしくお願いします。それでは男女を見ます。13位浦部さん、ありがとう。12位ももちゃんさん、ありがとうございます。11位ゆういちさん、ありがとう。10位357050さん、ありがとう。9位保安官さん、ありがとう。8位ゆうじさん、ありがとうございます。7位トウモロコシさん、ありがとう。6位ととみちさん、ありがとうございます。5位石剣マシンさん、ありがとう。4位くまねパパさん、ありがとう。そして3位ルパン八世さん、ありがとう。で2位はマッツさん、ありがとう。そして1位はチャカチャカチャンチャンまるたまちゃんさん、ありがとう。ありがとうございました。そう、もうねランキングの時間ですよ。ありがとう、お疲れ様、お疲れ、おやすみ、お疲れ様。おやすみなさい、みんな今日疲れたね。おやすみ。ん、こちらこそありがとう。気まずタイム。デイジしか